ときめきメモリアルガールズサイド3兄弟三角関係編を本日もプレイしていきたいと思います。前回はライブハウスに行ってきたところですかね。で、今月ね、来週かな、もうちょっとすると修学旅行が入ってくると。で、修学旅行のね、3人の夜抜け出してカニ食べに行くイベントなんですけれども、ちょっとね、申し訳ないですが同じね、イベントなので、ちょっと前回ね、ルカとエンディングを目指す方で、使ったやつを、すいません、もう一回、同じね、動画を使わせていただいて、間に挟もうかなと思います。ちょっとね、あれをね、見るためだけにもう一回やるのは厳しいものがあるのでね。こんなイベントかな？お昼も終わったし教室に戻ろうと。違う。コウが先に見つかるから警戒されたんだ。よく出てくるな。そうじゃねえって。あの受け方よ。なんつうかもう、技だぞ。あれ？コウイチ君とルカ君。じゃあやっぱりヒムロッチから習ったんだ、黒板消し受けの極意を。なんだそりゃ。何してんの？また二人で悪だくみ？お、藤谷、ちょっとね、反省会。反省会？大迫ちゃんの頭に黒板消しを落とそうとしたんだけど、あの野郎見事にキャッチしやがった。そんで散々黒板消しで叩かれた。そんな小学生みたいなことするからでしょ。うるせえ、歳は関係ねえんだよ。そういうこと、名誉の問題なんだ。あっそ、早く行かないと授業始まっちゃうよ。先行け、俺らはこれから作戦会議だ。そんじゃね。要するにさ、手が使えないようにしとけばいいんだ。まあな。で、どうすんだ。バカバカしい。で、あ、そっか、今日はね、牧場デートですね。そう、なんかもともとね、修学旅行の後にしようかなと思ったんですけど、修学旅行の後はね、デートのお誘いに使おうかなと思って修学旅行前にしました。あ、間違えた、ちょっと寒かったかな。滑り込みセーフ。もうアウトだよ。走ってきた人はセーフ。ごめん、許して。おう、悪い。反省の色が見えない。してねえからな。行くぞ。どうだろう、この態度。そんじゃ行こっか。小一君どうしたの？なんでもね。よかった、大丈夫だった。いや、何も言えねえ。よかった、高一くんすごく喜んでくれて。いつ来てものどかでいいね。ん？どうかした？やらしい。ああ、ちょっと厩舎にも顔出してみるか。
あ？あそこにいるのロバかな？ねえ、この牧場って馬の他に何がいるの？ヤギとガチョウもいる。何？ああ。こっち。びっくりした。今度からは予告して。牛もいるだろう。どうした？ん？ああ、いるいる。こう、食うなよ。何？ワイルドすぎるでしょ、そのままって。いいよ、おいで。もっとおいで。我慢我慢。こっちのこと。食わねえよ。どうした？あ？なんだ？めったに怪我なんかしねえ。今日みてえなのはよ、悪かねえぞ。お前らどうだったよ。どうした？おう。あ？特別鍛えてね。もともとだ。まあね。ラブラブもいいけど、こういうのもありだ。ん？いいよ、おいで。もっとおいで。ダメだって、もう。藤谷、ほら、行くぞ。送ってく。ルカ、来い。ん？ああ。どうした？少しは警戒しろ。もっと話したい。楽しい。撫でてくれるんだ。ほら、やっぱ女の子の手ってち、お前背伸びしちゃ、ガキの頃と全然、もう少しした。やば、返す。もっと話したい。楽しい。撫でてくれるんだ。お前本当に面白い。ガキの頃と全然変わってない。お前の話し方。こう、ご指名だ。誰にでも触らす指やめとく。こらつ、まだ平気なんだろ。おい、先制攻撃。おい飽きねえ。誰にでも、もうちょい付き合え。やめとけ。こらつ、つくのお前飽きねえ。もっと話せよ。誰にでも触らせるわけじゃねえぞ。やめとけ。手にワックスがついちまう。牛の赤ちゃんって毛が柔らかくて可愛いんだね。まあな。そういや、よ、ルカ。ん？最近牛肉食ってねえな。高いからね。夕飯、牛丼にする？はぁ、やだやだ。
一日が短いんじゃねえ。俺らがはしゃぎすぎなんだ。だろ？ちょっとはしゃぎすぎ？お前らもだろ？家まで送ってくれてありがとう。また3人でどっか行こう。じゃあまた。じゃあ帰るぞ。また遊んでくれ。あ、ルカ君からメールが来てる。楽しかった。お前が笑ってるとそういうのが倍増するんだ。きっとね、だって。うん、今日は少しルカ君と近づけたかも。あれ、光一君からもメールが来てる。お前疲れたろ、あんだけはしゃいだんだ。今日はしっかり休め、な、だって。うん、今日は少し光一君と近づけたかも。じゃあね、修学旅行にね、行ってきたいと思います。今日から北海道へ修学旅行、すごく楽しみ。今日は団体行動、いろんな名所を見られるから楽しみだな。そうだ、明日の自由行動はどうしよう。おう、藤谷。あ、剛一くん、これから自由行動？ああ。来るか。ルカも一緒だ。うん、一緒に行く。ナンパ成功だな、こう。バカ言ってんじゃねえ。行くぞ。楽しい自由行動になりそう。で、多分ね、この会話も、前回ね、見たやつとちょっと、まあ、同じにはなっちゃうと思うんですけども、まあ、一応ね、ちょっとカットはせずに行きたいと思います。広いなぁ。羊がたくさんいるね。まあな。北海道だからな。うん。ルカ君？そうか。やっとわかった。何？こうってさ、何かに似てると思ってたんだ。羊だ。またシュールなこと。でも言われてみるとちょっと似てるかも。こう、めーって泣いて。泣かねえよ。だいたい俺はどっちかつうとあっちだろ。あっち？ほら、狼だろ。狼なんだ。狼かっこいい。なんだよ。狼怖え。逃げろ。逃げろ。うるせえ。これが時計台か。なんだか思ってたより小さいな。そうかも。あれ、ルカ君は？ちっ、あのガキ迷子になっちゃったのかな。迷子じゃないよ。あ、ルカ君、写真撮ってたんだ。ふらふらすんじゃねえ。ほら、そこを並んで、二人を取ってやる。勘弁しろよ。照れんな、こう。どっちがガキだよ。てめえだ、てめえ。もう、喧嘩しない。せっかくだから、私が二人を取ってあげる。はあ？ほら、並んで。どうする？
知るか。はい、笑って。笑えって。お前もな。チーズ。チーズ。チーズ。疲れた。ジジイだな、コウは。大方てめえのせいだけどな。楽しかったね。おい、あさっての自由行動どうすんだ。まだ決めてないけど。そんなの決まってんじゃん。三人一緒だろ。だな。うん。そうそう、三人一緒がいいよね。修学旅行4日目は団体行動。今日もいろんな名所を見て回る。あれ？二人ともどうしたの？そんな格好して。もうすぐご飯だよ。ああ、俺らちょっと、まあ、カニ食いに行くんだ。あとジンギスカンも。旅館のホテルのご飯で出ないのかしらね。そういう北海ザ北海道みたいなご飯ってなんか出そうな気がするけどね。バカ、黙ってろっつったろ。ダメだよそんなの。北海道まで来て旅館の飯なんて食ってられるか。まあでもそうね、確かに学校修学旅行で行く旅館のご飯ってまあそんな、まあ美味しいんだけど、すごい美味しいって感じのはあんま出てこないかもしれないね。私もそう、北海道で、まあもともとあんまりジンギスカン好きじゃなかったけど、北海道で食べたジンギスカンはなかなかのね、匂いでちょっと、ますますダメになっちゃいましたね。開き直ってる、食事の時にいないとすぐに見つかるよ。ひらめいた。食事の時間は食べるふりして夜中にこっそり食べに行く。それだ。しおり知ったからには一緒に来てもらおうか。はあ、結局ついてきちゃった。私優柔不断かも。カニ鍋美味しそうだね。私カニしゃぶがいいな。カニしゃぶ、そう、私あのカニが結構好きで、今年の誕生日はですね、あのカニ料理を食べに行く予定です。しおり、難しいことは考えちゃダメだ。ほらカニ食って。もうでも美味しい。こう、ほらカニのハサミやる。いらねえよ、小学生かてめえは。筋のとこ引っ張ると動くよ。こう好きだろ。いつの話だバカ。まあいい思い出かな。よし大丈夫だ、来い。よく裏口見つけられたね。こういう時のコウは冴えてるんだ。静かにしろ。諸君、カニの味はどうだった？氷室先生？なんで待ち伏せしてんだよ。毎年こういうことをしでかすバカ者が必ずいるが、彼らは決まって就寝時間前に裏口から戻る。諸君の行動はいわば予定調和だ。こうより氷室っちの方が頭いいね。ルカ君。さて、諸君は夜更かしが好きなようだから、これからレポートを作成してもらう。はあ、
爪が甘い。なんだか賑やかだな。男子の大部屋の方みたいだけど。バンビ。あ、ミオ。戦いの気配。この音、確かにすごい騒ぎだね。何してるんだろう。これは、見届ける必要があるかもしれない。うん、行こう。この戦い、止めないと。小一くん。お、来やがったな。ねえ、みんなで何してるの？バカ、出てけ。え？そんなとこに突っ立ってたら。いや、だから言ったろうが。もう逃げらんないな。来い、お前こっちだ。あれ、前回負けちゃったんだっけ？いや、勝てたんだっけな。なんか、どっかで負けたような記憶が。あ、おもちゃを取ろうとしちゃった。チェンジ！ルカレンジャー！変身！トップ！あれ？ちょっと待って、もうゼロじゃん、ゼロじゃん。もう勝ってるじゃん。ちょっと。え、もう勝ってるじゃん。なんだよ。ダメなの、タイは倒れてるから。あれ？あ、こうちゃんに取られたの。やばい、負けそう。よし、勝った、よかった。まあでもこれってなんか好感度に影響があるのか未だにちょっと分かんないんだけど、どうなんでしょうね。こらー、突撃生徒指導だ。大迫ちゃんだ。みんな隠れろ。どこに隠れよう。まあ、もうね、これは毎度同じ布団で。わ、誰かいる。誰だろう。ううドキドキする。大迫先生、早く出て行って。ふん、なかなかやるな。よし、見逃してやる。そのまま寝ろよ。はぁ、言ったかな。早くここから出ないと。あ、やっぱこれ、あれなのかな。好感度が高い人が自動的に当たるようになってんのかしらね。高一くん？お前、もしかして、ずっとここに？うん。高一くんも。違う。俺何もしてねえ。え？さっちゃいねえぞ。お前が後から来てひっついてきたんだ。悪い冗談だぞ、おい。じゃあ、さっきの感触って、今回も触っちゃったのね。今日はお土産を買いに行こう。光一くんとルカくんは、あ、いた。おはよう、光一くん、ルカくん。来たな。おはよう。よく眠れた？うん、バッチリ。くっ。んじゃ、行くべ。それじゃあ俺、いろんなものを試食してくるから。
またここでね。ルカ、勝手にどっか行くなよ。はいよ。お前はどうする？土産買うんだろ。うん、家とご近所さんと、それから。おいおい、いくつ買うんだ？いっぱい。よし、じゃあ付き合ってやる。荷物持ちだ。え、でも光一くんもお土産買うんじゃ。俺のは適当だ、一度で終わる。そう？じゃあお願いしちゃおうかな。そうしろ。これで全部か。うん、ありがとう。気にすんな。どうかした？ちょっと待ってろ。あ、光一くん。悪い、待たせた。どうしたの？これ取っとけ、北海道の記念だ。ラベンダーのポプリ、いい香り。お前好きだろ、花とかそういうの。なんかあれ、これ一途ルートの時これじゃなかったっけ？気のせいかな。うん、ありがとう光一くん。ああ、二つネットがあるから、片方は光一くんが持ってて。あ、なんでだよ。光一くんも北海道記念ね。そうだね。腹いっぱい、お待たせ。おかえり、ルカくん。ただいま。じゃあ次行ってみよう。あ、そっか、ルカの時もあれだよね、一途ルート、ここは二人なんだもんね。そっかそっか。明日で修学旅行も終わり、あっという間だったね。まったくだ。俺まだ全然元気なのに。はしゃぎすぎだてめえ。どうせ今晩もバカ騒ぎすんだろ。まあね、今日の夜は隣の部屋でドキドキのあの話題だ。お前も来る？あら、何かしら。高校生だものね、もう。話題は一つだけかしらね。え？バカ、あんな中にこいつ置けっかよ。そうだよな、ごめん、来ないで。そうね、男の子たちだけで楽しんだ方がいいと思うわ。あ、気にすんな、今日はちゃんと休め。じゃあね。羽ばたき市に到着、素敵な思い出がたくさんできたな。あれ、なんで上がったんだろう。まあいいや。ちょっとよくわからないタイミングで上がったけど。で、じゃあ来月、あー紅葉か、まだ別に誘わなくて。行ってこようかな。そうだそうだ。でも来月でも別にいいんだよな。来月でいいか。そうだね。そんなにとすると、そんなにやることはないね。
あ、天使イベ来るか。あ、しおりちゃん何やってんの。結構だ、やった。あ、ルカくん、小一くん、俺たちと一緒に帰ろ。どうすんだ。じゃあお茶して帰ろうよ。うん、いいね。ちょうど腹減ってた。うん、じゃあ行こう。そういえば、ん？なんだ。最初はそうなんだよね。この当たり障りのないシリーズになっちゃうんだよね。これは全部聞いたような気がするな。全部聞いたと思う。あ、でもちょっと今回聞いたかは分かんないんだけど。あー、まあ、少なくともこれまで聞いたと思う。これにしようかな。ねえ、二人とも学校はどう？はあ？生活指導かよ。まあまあ、そうだな。楽しいよ。思ってたよりね。そっか、よかった。まあ、そうだな。中学の頃と比べりゃ平和なもんだ。中学は公立だっけ？そう。ちょっとごたごたあって。毎日ピリピリしてたからめんどくせえからずらかることにした。で、幅学だ。そうだったんだ。でももう今は大丈夫だよね。だよね。こんなうるせえのが始終くっついてたらそうそうバカできねえだろ。そうだな。ん？私のこと？さあな。褒めたんだよ、こうは。ありがとうってさ。うん、じゃあよし。ん？ああ、天使イベントね、びっくりした。突然だよ。はあ、なんだかね、飛び出ちゃって眠れない。あれ？多い。あ、ルカくんから。もしもし？もしもし？ルカくんでしょ？そうだけど、こう、ずいぶん可愛い声になったな。小一くん？私、藤谷だよ。知ってる。こうにかけようとして間違えちゃった。夜中にごめんね。ねえ、せっかくだからちょっとお話ししない？お話？こんな夜中に？うん、ダメ？じゃあ、猫語でお願いして。猫語？恥ずかしいよ。そう？じゃあ、おやすみ。待って、お話ししたいにゃん。はぁ、あ。ダメかにゃん。お話し…しようかにゃ。ごめんね、付き合わせちゃって。もう切るね。もう眠れそう？うん、ありがとう、ルカくん。どういたしまして。じゃあおやすみ、甘えん坊ちゃん。よく眠れそう。次はこうちゃんか。あ、そうだね。あ、こういちくんから。もしもし。ああ、誰だお前。二人で間違えての電話。誰って藤谷だよ。そうか。ああ、ルカと間違えた。そんじゃ。待って、せっかくだからちょっとお話ししない？お話だ？めんどくせえな、おい。
お話ししたい。なんだ。ほら、話せ。うん。それでね、あれ？孝一くん？孝一くん。なんだ。寝てた？寝てねえ。なんだ、どうした？ごめんね、付き合わせちゃって。もう起きるね。なんかあったんだろうが、無駄話して理由が。孝一くん、ありがとう、大丈夫。いや、まあ、別になきゃいいんだけどよ。じゃあ、もう寝ちまえ。うん。まあ、もし眠れないようなら、遠慮しねえで電話しろ。お前が甘えん坊なのは分かってんだ。はい、おやすみなさい。孝一くん。この甘えん坊は全て計算なんだから。恐ろしいわ。あ、誘ってきた？あ、お泊まりかい？あ、違う違う、誘ってきたわ。ここにいたか。ボーリングにしてくんないかな。孝一くん、ルカくん、どうしたの？今度の日曜出かけんぞ。あ、プラネタリウムだ。それなりに面白いぞ。ごめん、ごめんよ。そうか。あれ、しょうがないか。じゃあまたな。せっかく誘ってくれたのに二人に悪いことしたかな。ちょっとね、友好関係の友好状態の維持がね結構大変なんで、余計なデートはね一日も入れることができないんですよ。もう紅葉に誘っちゃおうかな。誘って終わりにしようかな。もしもし。あ、孝一くん、藤谷だけど。おう、俺だ。どうした？用事があるって言っといてごめんね、電話して。10月17日に羽ばたき山の紅葉を見に行かない？ああ、わかった。ルカには俺から言っとく。じゃあ10月17日にバス停で待ってるね。お、じゃあな。うん、ルカ君にもよろしくね。やった、早く10月17日が来ないかな。はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。